ヘッドスノーボードライダーの赤川俊太です。自分が使用しているボード、このパワーハウス、まあね、コンセプト的にはカービング、乗り味的にはミディアムフレックスで、本当ね、小回りの効いた、強いカービングもできるし、いろんなレベルの方に、乗ってもらいたいボードになります。で、特にやっぱり、エッジを立てた時、こう立てやすい形してるんですけど、立てた時に板がずれないっていうボードになるんで、しっかりエッジに、乗る感覚がわからない人もすごいね、感じやすいボードになります。皆さんもこちらのパワーハウスで、カービングだったり、チキ遊びですね、いろいろ楽しんでみてください。ありがとうございます。